あんな本当カスゴミクソ武器見たと思ったら、カス武器ランキング作られるかもしれない。人生の時間を無駄にしてる、この武器を使ってる人間は。ベクターなー、俺の中で評価は微妙なんだけどな。ベクターも信者が多いんだよな。うかつなこと言うと焼き打ちされて殺されるイメージある。どうなんだろうな。ラップとかよりもそもそもベクターかみたいな。いや距離詰めたら強いよっていう人いるけどさ、いや距離詰めなきゃ強くないんだったらそれ強くないだろうって思うんだよなそもそもおかしいと思うんだよ。こんなこと言ったらじゃあショットガンだって強えじゃねえかって話になるから、それはねおかしいと思うんですよ。俺も MP7 がかなり強いとは思うけどね。 MP7 がね、そのサブマシンガンのレンジじゃないとこまで戦えちゃうからね。下を見たからそりゃそうだろ。あんなもう火星変武器見た後だったらな、そりゃそうだろうな。そりゃそうだよ、もうちょい手高いからな。あんなほんとカスゴミクソ武器見た後だったらな、あんなカスゴミ武器見た後だったら何だって強く見えるわな。そりゃそうだわ。気楽愉快なこと言ってくれて愉快なゲームだから、このゲーム自体がね愉快なゲームだから。ワンナグで一人しかやれないそうな感じだよな。 MP7 結構持っていけるんだけどな。これ弾抜け直ったらあれなのか、強くなるんかな。あとレートが速すぎてね、あの弾がね出すぎちゃうんだよ。 MP7 はその辺ちょうどいいんだよな。あと単純に多分レンジの長さだと思う、ダメージが入んないんだと思う。 MP7 で近距離勝てない距離なんて、距離じゃねえよ、勝てないところなんてほとんどないと思うけどな。対戦相手の武器考えたらそんなことってあるの。ショットガン持ってるやつに勝ちたいとかだったらまあ距離取れよってなるしな、そもそも。ケシャークス、おい、やっぱクソ武器なんじゃねえかよ。騙されたわ、このゲーム詐欺師しかいねえ。やっぱ MP7 の方が強いよな、使ってて思うけど。まあ足りないね、やっぱ。いかに AK やね、ACR が有能かっていうのがね、わかる。本当に。他の武器を使ってみると。MDR 使ったことがないですね。使ってみろ、MDR。AR で唯一使ってない武器も MDR。パス武器。カス武器ランキングつけられるかもしれない。まあ、なんか普通だな。あれ意外と思ったより普通だな。なんか無難な感じするね。連射はちょっと早いな。なんか死なないな敵は。ちょっと待って。なんか妙だな今の。なんかおかしかったな。ドド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 ってなってなったな。なんか変だぞ。なんか威力が変だな。なんかすごい威力が低いですね。すごく威力の低いアサルトライフルですね。バランスおかしいよなやっぱこのゲームな。いろんな武器使って思うわ、やっぱバランス変だわ。もう落胆してるけど俺、めっちゃ落胆してるけどこの武器。まあ ACR と AK さえ握っとけばいいゲームだからね。まあでも AR ってだけでまだまだ戦えるな。あの覗けないカス武器よりはマジで強いわ。
や、そんなことないかもな。敵死なないな。撃っても撃っても死なないな。マジで遠距離死なねえ。かた、マジで死なねえんだけど。あー、なるほどね。でも威力低くないですか、この武器。どうしようもないぐらい威力低くない。これはもうあれだから、諦めなのかな。そうだね、威力足りないね。全体的にもうちょいね、威力上げていいよな。まあむずいね。でも ACR 食っちゃうな。ダメージ上げたらそれこそあれじゃない、 ACR と同じじゃない、もう。大差なそう。へークリーナーを使わないといけない。マジか、炎症ダメージ込みか。 MDR 聞けば聞くほど弱いな。ヘビーバレルってそういう感じの仕様になってる。1ダメージぐらい上げて必要な画数が減るようになってる。どの武器もそういう風に設計されてる。まあ、ヘビーバレルあったらそうなんだ、一発分速くなるんだ。それはでかいな。でも互角の武器がたくさんある中で六角とか言われてもな。四角なんだけどね、マジで騙された。 ADS 覗いてる間に他の銃はね2発撃て。それね、詐欺のね上等手段。いいとこだけ言う感じね。え、マジで四角 AK より強えじゃん。使ったら弾が当てるのが遅すぎて関係ないって。豆鉄砲すぎる。おい、死なねえんだけど。マジか今の。うーん、 MDR と M4 ってどっちが弱いんだろうね。え、 M4 も使ったのだいぶあれだしな、初期どころだったしな。気分的にはなんか MP5 撃ってる気分になってるな。おもちゃだな、ほんとに。音もおもちゃっぽいしな。 MDR ですか。ゴミっすね。ゴミだよ、こんな武器使わない方がいい。ほんとに人生の時間を無駄にしてる、この武器を使ってる人間は。今すぐ選べなくした方がいいと思う。P90 はさすがに強いね。 P90 はそんな別に悪くないしな。なんだったら全然 P90 の方が強いよ。 P90 って明確に強い部分あるしね、弾が多いとかね。この点のティアの武器と比べたらまあさすがに良いでしょう。もしかして LMG よりティア低い。なんでなんかしらね、まあ、こんな期間あげるんじゃなくて今ベータっていう扱いなんでしょう、多分 X ディファイアント時代は。プレシーズンって目打ってるからね。今はまあオープンベータみたいなもんだとまあ思ってるけど、普通の人からしたらこれはオープンなんだよな。もうコンテンツもないしね。マジで本当にオープンベータなんだろうね。じゃあオープンベータやれよな。じゃあオープンベータやれよ。